どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。 Always be looking at you カッコトロール、あなたをいつも見ていますということですね。で、何を見ようかなと思ったら説明文見てみて、 Play is enjoy troll is god king って書いてるでしょ。その単語の大文字だけ見てみたらピオキングってなるんですよ。なんか照れちゃうな。そんな暗号みたいに書かなくていいじゃん。もっと前面に出してきていいんだから。ピオキング大好きです。何言ってんでしょうかね。キモいやつはこの辺で置いといて、で説明文の続き読むね。久々の投稿、最近モチベないので遊んでくれると幸いです。バイノットキング。このノットキングっていうのもさ、以前この方のコースを遊んだ時、ゴッドキングじゃない、君はノットキングだとか言ってたんですけど、本当にノットキングになってきたみたいですね。もうほんとピア、マジで可愛すぎる。弟に欲しいぐらいですね。まあ男性か女性か分かんないんですけど、もしこの人を僕の弟にしたら、お兄ちゃんコースできたからやってみて、しょうがないねとか言いながらコースをやりつつ、罠がめちゃめちゃあって、貴様って言うしか言えませんね。はい、弟がいないからって夢みんな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.31%。 そういや最近お父さんから LINE が来たんだけど、あんた何型かねっつって、 A 型って送って、いや待て、親なら知っとけって返したんだけど、親って分かんないもんなのかな。誰ムキムタ開幕ムキムタ。いやピオケってさ、兄弟が4人いるから誰が何型とか分からんくなるんやろうね。でも一つ言わせてくれお父さん、全員 A 型だよ。それなに忘れるってなんだよ。このリンクを取っていけって。はだ。しかし親が子供の血液型を聞いてくるってどういう意味なんだろうね。理由は聞いてないんだけど、ちょっと怖いんだよな。占いとかしてたらめちゃめちゃ可愛くない？今月のユータの運勢は。ちょ代表だよパパ。フラワー取るのは間違ってないよな。バブルが降ってくるとか考えにくいから、すぐ左に逃げて右にジャンプ、これで大丈夫なのか。でドアに入っていけと。成敗されたでござる。ちょっとみんな見てみて、マリオの顔がカメラフレームに収まったみたいな感じになってる。何コインコースだよこれ。なんかゴッドキングさんらしいコースですよね。この方ね、バグとかは使わないんだけど、シンプルでいいコースを作ってくれんのよ。ふざけんだよ、人が褒めてりゃ調子に乗りやがって。こっちはなんだ、特にばあなたをいつも見ています。じゃあコメントたまにくれるけど、ここ3日間エンディングの僕の言葉を言ってごらんなさいよ。ただのうっせえやつ。ここは大ジャンプしていこうか。いや違うんだって。だが今ので下はダメっていうことが分かった。ジャンプしてこういう風に行ってみようか。これで大丈夫なんじゃない？でピースイッチがなくなったらあのバネの方に行けるっていうわけでしょ。で土管に入ると思いきや、あのリフトの下に土管がある、そう思います。だから一旦下に降りて。何待って、もしかしてさ、これバネ使ったらいけなかったんじゃない？だからダッシュジャンプ C の右下に降りる。でこの辺に土管があると思いますよ。そういやさっきさ、うちの会社すごく有給が取りにくいんですっていう広告が流れてきて、めちゃめちゃわかるなと思って。僕もさ、前の会社で有給取るとき、え何すんのみたいなこと言われててさ、何するかなんてその人の勝手じゃんね。何すんだ。この動画を見てくれてる人の中にも役職がついてる方とか年配の方いると思うんですよ。後輩の方に冗談でもそういうのを言うのやめてあげてね。マジでストレスになるから。ていうかそれパワハラになると思うんだよね、このマルハラが。でさ、よくあると思うんだけど、女性が 0.5 割、男性が 9.5 割の会社があるとするじゃん。そん時の上司ってめちゃめちゃ女性に優しくない？あれ相当腹が立つんだね。なんでそんなに優しいの？僕にも優しくしてくれよみたいな。そんなん取れるか。まあそんな中でも女性っていうのは男性にわからないような苦労をしてると思うんですけどね。これ有給取るより難しくね。出した瞬間ここに行けば取れると思うんだけど、やっと取れた。結構難しいよこれは。さ、爆弾で、あ、これ合ってたんじゃない？右に投げようとしたら、うわどうしよう、バーがあるね、キノコの裏に。だから無理か。だからまず爆弾を出しておく、特に意味はない。でこれ取っていいのか、ガチブロックはないのね。じゃあこのまま先進んじゃおうか。いやいい、全然いい。
ちなみにですね、最近東京でオフ会というものをしたんですよ。たくさんの方が来てくれました。本当にありがとうございます。で、その方たち、もしくは来れなかった人たちからこういうメッセージをいただくんですよね。次のオフ会どこでするんですかって。すいません、これで最終回になると思います。もうオフ会っていうものは二度とすることはないでしょう。生キングも最後ですね。いや、マジで苦労すんのよ、セッティングするのって。いけ、バカ者。やればやったで視聴者さんの方とコミュニケーションを取れるから、めちゃめちゃ非日常的で楽しいんですけどね。かなり胸がムネムネしますよ。で、ここは中間がある。ここ、左をシェイパーすればよかったのかい。隠しブロックはある。あるで、もう一個ある。ハイビング。やっぱり簡単に取らせてくれるとは思えねえよ。このドアに入った瞬間、左押しっぱだ。それで中間が取れるんだろ。シャー。中間ポイント1ゲット。で、ここはね、下に落ちれば問題ない。何がいい加減にして、ノットキングさんよ。モチベが上がんないか知んないけど、僕のトロールコースのやる気のモチベも下げないでくださいよ。ぐらー。ざまねえな。わー。期待させんな。てっきり左かなって思うじゃん。罠を回避したって思うじゃん。さがな、あなたにはもう引っかかりませんよ。さあ、あの鍵をどうやって取るのか。この辺で、うん、何もないのね。じゃあ、ここをただの瞬間、すぐ上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 。そもそもこの上は何があるんだ。特に何もないのか。ならハテナを叩いて右にかわす。それで大丈夫だ。ぶっ込んでるぞ、これ。そういやね、オフ会でとある子供の方がいたんですよ。その方はね、僕のことを見たことなくって、今までね、怖いお兄ちゃんだと思ってたらしい。ずっと叫んでばっかり、怒ってばっかりいるみたいな感じで。でもね、僕を見た瞬間ね、怖いお兄ちゃんだっていうことが消えたらしいですね。絶対こっち違う。すぐに右ダッシュしなきゃいけなかったんじゃないの。なにこれ。え、これ右ダッシュで行けってか。あの針の方まで。え、これ常に右ダッシュで行けるんじゃないの。え、なんて書いてる。 VR、 あ、 VR バレー M、 バレーってあのバレーボールに見立ててるのかな、このワンアップキロコロさ。ていうか右に行かせろよ。全然行けないんだけど。来たくないんだ。あとちょっとバレー邪魔せんなって。シャー、知りたい経験値を食べるな。こんなに優しそうなお兄ちゃんが怒るわけないって。そんなこと言われちゃいましたね。もう可愛くて可愛くて誘拐しそうになりましたよ。気持ちはうんちゅっちゅちゅっちゅっちゅ。ガチ。僕は子供とかもし生まれたらめちゃめちゃ親バカになっちゃうんだろうな。この鍵は意味ないっていうことね。さあ、右に行こうと思ったらリンクが取れちゃいましたね。もしかしてこのブロック爆弾で壊せるか、そういうことなんでねえの。で、このパワーブロック厚しいの。いや、来るなら来いよ。なんか出してくる。さっさ出せよ。ということで、ここで弟ちゃんもしくは妹ちゃんを募集したいと思います。参加条件は3歳以下で、で、USJ で手をつないで一緒に歩いてくれる子だったり、一緒にお風呂入ってくれる。お風呂入ってくれる。やべえ。あ、あ、ちょっと待って、かんちゃん、それはうますぎ。いや、違うんだって。変態的な意味はないんだって。一緒にお風呂に入るってさ、なんていうのかな、わかる。僕、子供と一緒にお風呂入るのできない。全然弁解になってないような気がする。キノコ様、それは早すぎやしないかい。キノコ様、誤解されないように何度でも言ってやるさ。僕は子供とお風呂に入るのが好きなんだ。ここは右ダッシュ。いや、これ右ダッシュ取れないよな。え、じゃあどうすればいいの。レッカー。やべ、ロリコンで M で狂った絶叫者って思われそう。やべえな、その単語だけ並べたらさ、マッドサイエンティスト超えちゃってるぜ。マッドサイエンティストみたいな感じになってる。え、これどうやっていけば。これヒップドロップか。で、右ダッシュ。で、こいつはどういう。お、早く逃げろ。お、同じ分。僕はね、自分でド S ド S って言ってるから、なら S の証拠を教えてくださいよって言われるんですよ。教えてやろうか。僕はね、恥ずかしいことを言わせるのが大好きな人間なんだ。何恥ずかしいこと言わせてんだ。早く。あ、いや、惜しかったな今。もうちょい早ければこの土管に入れたんだけどね。さあ、次は、お、中間ちゃん。中間は今取れなかったよ、右を失敗しても。あ、これもしかしてオートスクロールは下まで来ないね。え、あの中間マジでどうやって取るんだろうね。まあいいか、この土管入っていこう。で、戻って取れるとかそういう感じなんでねえの。テイクデカキノコ。え、デカキノコを取ってテイクチェックポイント。あれ、デカキノコとかどこにあった。この先あんのかな、デカキノ。
で、ヤギの子どこにあったんだよ。お前絶対こっち来ないだろ。もういいって、最近尻劇場多いぞ。ハラちゃん、タロ、落ちてきて。リフトから降りれないのか。じゃあ一生そこでうろうろしてろ、お前はもう。誰が来んの、上から降ってくるんでしょうね。なら今日は当ててみよう。ブラパラと思いますよ。アラちゃん、お前はやられるんだ。そうだろ。え、本当やられちゃった。僕がやられてる。これどんだけ見なくちゃいけないの。絶対なんか来るって、降りれねえの分かってんだからさ。もういいって、ここカットするよ。はい、来た来た来た。またどうせやられると思いますよ、このハラちゃんは。キッサマー、デカキノコがどの辺にあるかなんだよな。この砲台から出てくる。いや、出てこないか。あ、もしかしてこのスネークブロックらへんかな。この辺になんかありますみたいな、この四角の枠。あ、これでいいのか。これであの砲台のところに行ったら中間取れると。えっ、やったいや、これは中間ポイントにないパターンか。普通にゴールさせてくれてめちゃめちゃビビったわ。やっぱりこの方のコースはすげえ楽しいですね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。穴がめちゃくちゃ広い1-1。説明文に工夫しないと届かないとこがあります。コースの長さ上限のせいで少しコースを省略したのは内緒のお話って書いてるんですよね。で、サムネを見る感じ、1-1にある落とし穴っていうのかな、そこ一つ一つがめちゃめちゃ広くなってんだろうね。ってことは勢いよくジャンプしないと次に渡れませんよっていうコースだと思うんですよ。ただ説明文を見る限りそれだけではいけないと、工夫しないと進めませんって書いてるから、どんな一の一なんだろうね。これはすげえ楽しみだな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.2%。 いや、しかしなかなかないぜ、クリア率が 0.2% の1の1とかさ。で、ゴール条件は1回もダメージを受けないでゴール。まあまあ1の1でダメージを受けないっていうのはそんなに難しくはないんだけど、このコースは穴に落ちる可能性がめっちゃ高い1の1っていうことだよな。で、アイテムはくれるんだ。で、穴が広い1の1だから、いや、こん中落ちるなっていう感じでしょ。これ結構きつくない？もう勢いのまま行っちゃう。あー、この下手くそー。そもそもダメージを受けちゃいけないってことはアイテムはもういらないんじゃない？スターとかだったら別だけど、キノコはいらないと思う。どうせゴールできないもんね、当たったら。で、この先は、なんかすごく広いっていうか、すごく深い1の1じゃないこれ。この下何かあるんだろうな。頼む、進ませてくれよ普通に。ふざけるな。だいたいね、4つ目の土管っていうのは罠が多いよな。で、次の落とし穴はめちゃめちゃ広くないか、これ。右側見えねえじゃん。確かさ、1の1ってこの辺にやっぱりワンナップがあった。この上からジャンプしていけたらいいんだけど、頼む、届いて。シャーシャーシャー。いや、もうキノコはいらない。この上から行こうか。あ、それはなしでしょ。いや、これタスジャンしたらいけるんじゃない？どこまであんだよ。じゃあこれキノコ取って上から行けみたいな。あ、ここでも違うのか。ブロック壊れないね。じゃあ走って行けっていうことだと思うから、ここ勝ちブロック、やっぱりあるよね、あるよね。だからこの上に登ってジャンプして行けっていうことなんてねえの。いや、ぶっつー。いや、何度かやってれば絶対に行ける時が来ると思うよ。なるべく右側でジャーン。無理でしょうか。これさ、やっぱりキノコがいるのかな。ここでキノコを取ったところでなんだよね。あ、このクリームを使えみたいな。そうするともしかしたらさ、ここ勝ちブロックに当たらない、いけるみたいな。クリボーぐらい踏め。多分このキノコを取ってクリボーを踏めば、あの四角の枠の中の勝ちブロックは叩かないでいけると思うんだよな。いけるか。よっほ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 っ。これめちゃめちゃいいコースじゃん。しかもスターもある。スターあったら結構な距離飛べますよ。で、ここはもうゴールなのかな。いや、このスターのまま早く行っちゃおうか。頼む、ゴールしてくれ。シャー。いや、本当に楽しいコースだね。ナイスアイディアですよ、これは。すげえ面白いコース、ありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。さらに私、最速を取ることができました。最近あそこに乗ることめちゃめちゃ多いよね。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。